お、次はおびとり返しのフェイントに三文字よりをかけたいと思います。と、この技なんですが、私は一つ得意にしている技ですけど、帯取り返しという技があります。このまま、主にヨーロッパの選手は得意にしているんですが、で、帯取り返しをしようとしたときに、相手はかけられないと思い、後ろに重心をかけます。となると、かけることができないので、新たな攻防が始まるんですが、そこで重心を上げたときに距離ができるので、何か三歩背負いがかけれるようになります。で、相手は帯取りが狭いと思って上げたときに、また釣り取って、スペースが広がるので、そこにすぐに三歩背負いに入ります。相手は帯取り来たのと思ったら、一回防いだときに気持ち的にも落ち着くので、そこをもう素早く入っていくという感じです。で、ポイントとしては、一回もう相手は重心下げたときに、防いだと思ったときに、もうこの距離っていうのを大事にします。大事にして、もう距離ができたときに、すぐに切って、もう次の動作に。打つ。で、帯取りなんですが、もちろん帯取りで投げれたら一番いいんですが、このままやっぱり外国人選手とかはやっぱ背筋がとても強いので、もうここで、帯取りっていうのはやっぱ外国人選手の土俵になるので、なかなかここから引くことができないので、やっぱり、なかなかかからないことがあるんで、ここでかからない。そしたらこの反発の力を使って、ここで、やっぱり、後ろに行くので、この後ろに行ったときに、そうですね。相手に圧をかければかけるほどこの後ろへ行く反発の力が強いので、もう本当に気持ちでは自分でもう帯取りで投げいくつもりでかけに行きます。